したもんなんでしょうか。何回なんだね。が頂点どこへ向かうべきもんなんでしょうか。そっとしてよ空を飛ぶ鳥は迷うことなく飛べるのに、一体僕らはどこへ向かうんだろう。いつだって成就しないまま、とはいえ好きになっちゃうんじゃもう嫌になるよ。どうかいなくなれ、こんなんなら存在自体を消えちまえ、そう思ってどうかいたすだろう。来週はいつ会えるんだろう。ああ人は運命的に決まってるって、それが本当なら視界に入ったものすべて受け入れてしまえばいいんだ。分かっちゃえるんだよ踊りのど真ん中を、歩けるような僕じゃないから。大抵足元気にして生きてる。何の問題点だね、現状じゃね、どうしようもない関係だね。とはいえ好きになっちゃうんじゃもうやんないよ。どうかいなくなれ、こんなんなら存在自体を消えちまえ、そう思ってどんくらい出すだろう。一体僕らはどこへ向かうんだろう。恋愛の成功率はね、散々でね、いつだって成就しないまま、とはいえ好きになっちゃうんじゃもうやんなるよ。どうかいなくなれ、こんなんなら存在自体を消えちまえ、そう思ってどんくらい出すだろう。残念でね、いつだ